どうもこんにちは現場レターをを作るの続き今日は前回の続きで、えー、グラフィックスの章をですね読んでいこうかなと思うんですがその前に少しだけね、あのー、未実装の命令について調べてきたことがあるのでその話を話だけねしたいと思います。えっ、ー、と調べてきたのはこの DAA っていう命令でこの BCD なんちゃらかんちゃらみたいなことが 書いてあってなんじゃこりゃっていう話はちらっとしたんですけども。B. C. D. 表現っていうやつをまず調べてきました。はい、で B. C. D. 命令っていうのは二進化十進法っていうやつで。なんか聞いたことあるような気がしたんですけど、まあどういうことかというと。二進数で表されている。ええー、三十七っていう数字が、あ、三十七、ここだと違うかな。二十五っていうのが 進数で 0x25 が16進数で,で,、ねえっと、で3010数に直すと37なんですけどレジスターの中っていうか、まあ、そのデ,データとしては25っていうねあの2だから、えっと、0010で5は、えっと、12345だから、えっと、0101っていう形でデータとして中に入ってるんですけどそれを。 えっと、十進数だっていう風に見て、37ですね。だから0022、0011で3。で、7は、えっ、ー、と、0111っていう形で、えっ、ー、と、変換するっていう処理をするのが二進化樹脂 BCD っていうやつっぽい。だからこの2、0x25 ってやつを、0x37 として、 あの保存する変換して保存するとで 0x37 と 0x25 っていうのは全然違う値なんだけど16進数の25と10進数の37っていうのは同じものなんでその変換をするっていうのがあの二進化十進法っていうものらしいですはいでこの変換をするのがこの ADDAA っていう命令みたいですねで えっと、DAML で検索したら出てきたんですけど、まあ、ここでも同じようなことが書いてあって、フラグの変換についていろいろ書いてあるんですけども、フラグの変換についてはここでも書いてあって、えっ、ー、と、キャリーが、えっと、リセットディペンディングオンザオペレーションなので、えっ、ー、と、キャリーはおそらくこのことだと思うんで、えっ、ー、と、受信後の、変換後の受信数が、まあ、FF だったら255になっちゃうんで、 100を超える場合は、オーバーフローしたっていう風に見て、キャリーフラグが立つっぽいような動きになるみたい。で、0は0 x 0 0だったら0フラグが立つという、今まで通りの動きになるっぽいですね。で、ネガティブフラグの話もあるんですけども、こっちは n はないので、 S, S だっけサブトラクトフラグがネガティブフラグと同じやつだと思うんですけど N はないので S はないのでその話はなくていいのかなというところですね。でちょっとちらっと見えたんだけどこっちの DA の調査とかあるからこっち見た方が早いかもしんないね、はい。ということで、まあ、こういう命令があるのでこの実装をしないといけないなというところですね。でこれなんでこんなのあんのかっていうのもここに書いてあってこれが結構面白かったんだけど。 あの BCD 命令やるとまあ三七って入るんだと。で入ったものをそのままあの LCD あのディスプレイとかあのなんだっけ一二三四五六七七セグメントのあの時計みたいなね昔の時計みたいなああいう表示にしたい時に二十五三十七に変換しておくとそのまま37って出せばあの <laughs> で出るんでその変換が変換って番号をこれ一発でできるっていうようなことにができるみたいなことがちらっと書いてありましたはいこれね37はこれでで25だから25としてここあ十五三3 7は3737 37として書き,書き出した37は25で16進数だったゼレックス25で25を2進数表現するとこうなんだけど2ですね で,す、ね、で2五を373737 37 37に変えるというこの変換ですねをやるというものです何回も言ったけどはいはいということで、まあ、そのうちやりますで今日はタイルラムというのの続きですねで、えー、と色の表現が4種類あって真っ白か真っ黒かえーセ3 3か66%の濃さの黒 っていうのがありますよ、ということが、ここに書いてありました。ちょっと英語にし、日本語にしましょう。はい。で、従って、八×八ピクセル、つまり、合計六十四ピクセル。タイルの各ピクセルを表すには、二ビットが必要です。あ、ここで合計六十四ピクセルとか言っている。八、八、六十四か。はい、はい、はい、はい。つまり、すべてのピクセルを表すには、合計六十四×二、または百二十八ビットが必要になります。 1>, 1, ビット1ピクセルあたり 2, 倍2ビット必要なんでかけ ×2 ですねで。128ビットが1つのタイルに一つのタイル情報として必要と。で、バイト数で言えば上で述べたように1 2 8割る6なんで、えー、ああ88ね 128÷8 なんで16バイトが1つのパレットデータ、パレットじゃないか、えー、とタイルのデータになるということです。えー、とファミコンだと 8×8 を4つ並べて1つのキャラクターにしてる例が多いので、ドラクエとかは主人公の右上と左下と、右上と、右上と右上、右上と右下と左上と左下、4つで、えー、1つという形でできてるというような形ですね。はい。 ではこれをエンコードするのはそれほど難しくないはずですよね一番左上のピクセルから始めて2ビットごとにそのピクセルをエンコードするだけですかだめながらそうではありません実際のエンコード方式はもう少し複雑ですこれ多分ファミコンと一緒だなファミコンもねなんかすごい特殊なあの16バイトの配列になってたんですよね大量の各行は2バイト相当のデータですはいピクセルあたり2ビットの、えー、ピクセルは タイルの各行は2バイト相当のデータです。タイルの各行ね。うん。あ、各行か。はいはい。2バイト相当ね。あの16バイトだから、えーと、8行あるから、8け8はね。8け8あるから、1行分は2バイトということですね。はい。えっ、ー、と、各ピクセルの値が次に来るのではなく、各ピクセルは2つのバイトに分割されます。そのため、最初のピクセルは各バイトの左8。 つつまままりり最上位ビットつまり7ビッットトででンコールされますすじだわこれファミコンと一緒ですねあの2バイト分あって、えー、と最初の2バイトが最初のピクセルのデータではなくて2バイトの最初のデータ1個ずつがあの最初のピクセルのデータで次のバイト 6, 6ですね76のビットが2バイト分が次のピクセルのデータとなるというようなことになってるっぽいですね。 でこういういこことですねこれがつながって2バイト分のデータですけど7ビット目の00が1つ目のピクセルのデータ次の01が次のピクセルのデータという感じでピクセルのデータとしては DL ダークかなダークライトホワイトダークブラックホワイトブラックホワイトというような感じで、えー、と縦この場合は縦ですけど えと最初のビットと飛ばして8ビット飛ばしたとことこのビットを読んでこれがねこっちに来てるはずだからね読んで、えー、最初のビット最初のピクセルの色が決まるというような形っぽいです。でタイルデータの読み取りは書き込みよりもはるかに頻繁に行われるためタイルデータはより使いやすい方式で内部に保存できます。 必要なコードをいくつか書いてみましょう。まずはゲームボーイの全てのグラフィックスニーズに対応する新しいコード体を作成します。お、コードだ。これは CPU がグラフィックスなどについて何も知らない実際のハードウェアの設定をおまかに模倣したものです。グラフィックスを担当するチップは一つもなく、代わりに専用のビデオラムと 画面ハードウェアがあります。この設定を厳密に模倣しようとすると物事が複雑になりすぎます。代わりに GPU、ビデオニーズを全てモデル化するためにグラフィックス処理ユニットを作成しますということです。今のところ GPU はビデオラムとタイルセットのデータを保持します。ビデオラムは生のバイ,トバイト値を保持する単なる長い配列です。タイルセットもタイルの配列になります。タイルは各単純に8行の 配列で、行は8行の8の配列です。8×8 の配列ですということですね、タイルはね。はい、ということで、やっていこうね。GPU っていうファイルを作ってしまえばいいかな。うん、それでやってみましょうか。えっ、ー、と、読み物ばっかりだと思ってたけど、GPU、GPURS ということで、はい。GPURS ということにしましょう。 はいじゃあ社協の時間ですこんなもんかなこんなもんかなはいじゃあ GPU コンストの V ラムビギンが U サイズの0 x 8 0 0スが U の 0X8000 でコンスト V ラムエンドが U サイズのラムエンドがサイズの x ス QFFF。うんうんうん。コンストの v r a m サイズが U サイズで v r a m エンドから v r a m ビギンを引いてプラス1したものということですね。はい。ここはまあ単純な定義です。で、アトリビュートだっけこれ。 デバッグも入れとくかデバッグ入れとくとねあのプリントできるんで入れといた方がいいあの挙動には何も変わらないんでタイルピクセルバリューと無条件でぶち込んでおいていいようなやもんだと思いま、ね、す で、タイルのピクセルバリューは0,1,2,3。どういう意味だろうということになってるっぽいね。で、あとは、えー、とタイプでタイルですと。タイルは二重配列のタイルピクセルバリュー。あー、0,1,2,3。あそういうことか。 えーと生データを持つんじゃなくて生データを持つんじゃなくてあのエンコードしたデータを持つっていうふうにするんでしょうねだからさっきのこのタイルピクセルバリューにはここの01で、えー、0一2か22になるってことなのかな分かんないけど、はい、でそれが8個。 この値が8個あって、それが8個あるよっていう20配列の定義をしてます。FN で Empty タイルを作りますと、タイルを返しますよという命令で、タイルピクセルバリューの0、0、全部0と。 いうのを作ってあげましょう。ということですね。はい。オッケーでストラクトの gpu がありますよ。vram があって u8 です。で、vram サイズ。分のデータを持ってますよと。とでタイルセットがあってタイルが384。 384個あるよとということですね個あるっつうのは出てきたっけか出てきてない。これは暗黙的に書かれてるけど1画面なのかあのファミコンだとスクロールっていう概念があった多分あの原文にはあるんであの画面に出る分より多いデータがあってそこのどこを映すかっていうふうな形で。 あの、スクロールできたんですけど、そういう機能があったんで、あの、画面全体のピクセルタイル数イコールここではないはず。はい。まあ、後で出てくるでしょう。はい。まあ、こんな感じあ、タイルがこうか。はい。よし。じゃあ、続き。で、メモリーバスに戻って、メモリー内の書き込みを V、ビデオラムにリダイレクトし、GPU に送信しますと。 メモリーバスね。あ、メモリーバスね。はい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 、はい。じゃあ CPU の方だ。えっと、メモリーバス。メモリーバスに戻って、リードバイトとかありますよと。で、リードバイトでアドレスがもらえますよと。で、ここでアズユーサイズしてんだね。 レッドのアドレスがアドレスのアズ U サイズと。で、マッチのアドレスとして見てると。あー、そうか。なんか完全に CPU の中に書いてる感じなんだな。どうしようか。CPU の方に書いちゃうか。 一旦書いちゃいますね。ちょっと GPU の方にあると、これ、あの、理解しながら書くの大変つらいので、えー、っとね、一番下に GPU 書くかじゃ GPU はここに書いておきましょう。はい。で、うーと、ここか。アドレスがというところで、アドレスが VLAMBegin、えー、から、 V ラムエンドまでだったらということで、この点点点で、この範囲内ってことですね。で、セルフの GPU のリード V ラム、ないけど、リード V ラムで、アド、ああ、なるほど。 V ラ a ビ b ン引けば V ラ m の初めの値だから800だっけ8000っていうふうに指定すれば GPU の方では0番目のところを持ってこいという意味になるということですねはいういしょういしょういしょでそれ以外だったらパニックを起こすみたいなことになってるんだけどパニックを起こしちゃっちゃはまずいんじゃないのかい えっと、ライトバイト、リードバイト、んんねえ。まあと、と、とりあえず、とりあえず、とりあえず、いい,い,いことにするか。えー、っと。 はい、まあこんな感じでちょっと一旦これコメントアウトしておきましょうで VLAMBEGINEND はそうだよねなんか違うなと思ったんだけどうんこうですねえっ、ー、と点々で、えー、VLAMEND を含まないこの1個手前までの値でイコール含むと VLAMEND の値を含むとこまでということですねで、GPU、は まだして作ってないから GPU インスタンスねまだできないですけどこんな感じえー、っとああ違うライトあリードもライトもそうそうかじゃあライトバイトも一緒でレッドのアドレスがアドレスの a ユ u サイズとしてみてでアドレス a ユ u サイズいらなくなるか一旦これ消しとこうか はい、でマッチのアドレスがあって V ラム g ギンから V ラムエンドまでということでセルフの GPU のライト v r a ラムと。 ということで、アドレス引く V ラムサイビギンかにバリュー書き込んでねというような形で、ちょっとパニックはちょっとコピー出していただきましょう。あったあったあった。だだだだ はい。こんな感じかな一応は。一応はこんな感じで。えっ、ー、と、V ラム、あれこれなんか、あれかな日本語にしてるからおかしくなっているわけでは、わけではない。わけではないですね。はい。えっ、ー、と、V ラムに直接アクセスのではなく、えっ、ー、と、V ラムメモリーバスから、 えー、2つのメソッドを経由するリード VRAM を使っていることに注意してくださいってことかな。これによりタイルセットをタイルセット CPU のフィールドに簡単にキャッシュできます。これがどのように実装されたかを見てみましょうということなんでちょっと一旦ここまでにして次回この続きをやっていこうと思います。思いがけずコードを書くところまで来たのでえっ、ー、とまあ順序くん実装してたらこれもしかしたら。 任天堂のマークまで出,る出たりするのかなするかもしれない。ということで、今回は以上、時間楽しみにチャンネル登録、高評価、お願いします。では。